ただきます。海苔食うか。この前海苔買ったよな。この前な。めっちゃいいやつ。多分パリッパリだと思うの。パリッパリ。うわ、すげえ。なんか、サクサク。うん、すげえサクサクなんだけど。いってみます。うまい。海苔と一緒に。で、食べ終わったら、卵。これで、レンチン。昨日ね、命からいただいて、うまいね。これになるかもしれない。これだったけど、ミディアムだったけど、丸麺うまいわ。めちゃくちゃうまい。いいね。はい、茶碗蒸し。ほら、見てみる。茶碗蒸しになってるでしょ。これ、うん、カップ麺茶碗蒸しめっちゃうまいから、やってみ。うん、はい、成城石井のエッグタルト。エッグタルトいただきますね。うまいんだけど、この生地がしっとりしすぎ。もっとサクサクかなって思ったけど、めちゃくちゃしっとり。全然クリスピー感はない。味はうまいんだけど、なんか買わないかな。これ電子レンジチンとかするのかな、もしかしたら。それかオーブントースター。ちょっと次試してみる。あと2つあるから。おはようございます。14時間睡眠。気づきました。すごい大事なことに。見せよ。韓国でカジノ行って11万負けたっつったじゃないですか。負けたんですけど。その11万がなければ、今年のね、目標である、俺の生涯収支をプラス益に持っていくっていうね、そういう目標達成してるんですけど、まあカジノも入れてね、あと10万ぐらいなんだけど、ね、ジャグラー俺持ってますね。ジャグラー持ってる状態で、はい。これ。景品の値段上がったよね。うん。韓国行く前にね、笹塚のお店で、ちょっと撮影ダメなんですって言われて、で、それまで貯めてたチョメダル、ちょっと怖いから、次もなんかやって注意されて、もうできんですって言われたら、もう、募集ですって言われたら、もうやばいから、半分ぐらいチョメダル交換してたんですよ。で、ずっと換金しないで取ってあったんだけど、韓国行く前に、12万円分換金しちゃって、で、その後に、金の値段上がって、これ今、
行く前だと4万円の価値だったんだけど、今換金すると6万円分なんですよ。もうこれもギャンブルだから。この取っておくっていう、その、上がるのにかけた、俺の勝利だよね。これも入れていいよね。収支だよね。プラス2万です、だから。普通よりプラス2万。だから、残り、いくら？プラス益までいくらですか？ 8万6700円。今日29日。残り、今年3日です。3日で8万6700円。勝てば、目標達成と。そして明日、30日、ゼロのつく日、下北沢の特定日です。とりあえず、行こうと思います。そして、4000枚じゃない、5000枚出せばもう勝ちか。5000枚出せば勝ち。で、前、もうそれだったら、前ジャグかファンキーだよね。で、ファンキーだけ、ジャグラーの機種で、俺、プラス2000枚以上行ったことないんで、ファンキー狙い明日は。ファンキーの6のビッグ上振れ狙いで。ってことで、そう、2万円ね、プラスなんすよ。ちょっとやってみる？一旦これ、ここに置いて、一旦電子レンジ行ってみる？電子レンジ1分で、電子レンジちょっとやって、あ、ふわふわ、なんかふわふわになった。で、ここで、これだよね。これで、これ多分うまいよね。絶対うまくない？絶対にこれは。さあ、どうなっているか。お、いい。絶対にいいぞ、これは。いくよ。外します。めっちゃカリカリだと思う。ああ、やばい。これ。ああ、やべえ。電子レンジで数十秒温めて、オーブントースター。これだったらまあもう一回買うわ。もう、買う。一番うまいんだけどこれ。一緒。はい、ポップコーンとポップコーンと片揚げ。でも大量の唐辛子。なんかでっけえやつしかなくて、でも100円だからこれ。でこれ、てめじゃーん。これがなかったんですよ。で豚バラ。で、はい。昨日の夜入れて。24時間ぐらい経ってるな。24時間水につけた状態で放置しておきました。どうなんだろう。ちょっとね、水につける時間1時間ぐらいつけてから炊いた方がいいんですけど、つけすぎはどうなんだろう。えっす、まあ、作ってきやーすとね、いう感じで。キャベツどんぐらい使うんだろう。これなんかね、ちぎっていくらしい。大きめにね。はい、ニンニクね。ちょっと。あ、生姜あった。まあ、ニンニクと同じぐらいだよ、このぐらい。これでラード。
で、これ、ラード、本当はこれラード入れなくちゃいけない。一旦これ入れて、ラードの代わりにします。で、これはこれで、レンチン。ちょっとやらなくてやった方がいい。はい。はい、できました。いいね。これで、こう、油をね、全体に。多いな。はい、で、唐辛子。やっぱ油多すぎるな、ちょっと。豆板醤、小さじ2を入れます。うん、ウスターソース、小さじ1。砂糖、小さじ、ほんのちょっと。醤油、大さじ2分の1だと。てめちゃん、4。もうこんぐらいだろ。こんぐらいだろ。甜麺醤入れてすぐもう入れちゃうんだっけ？こういう感じ。ああ、もう、結構怖いですね。こういうんじゃないかな。足の元。やべ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 、お箸で、あ、これちっちゃい時はなんかこう結構振り上げた方がいいわ。あ、これはうまいぞ、これはうまいぞ。いや、やべ、めっちゃうまそうじゃない。やば、はい、帰ろう、カサエーっつってね。完成いたしました。こちら、やばい、やばいと思う。初めて作りました。で、ご飯、これね、ご飯かき混ぜた時めちゃくちゃいい感じだった。だから浸からせれば浸からせるほどいいかもしれない。いただきます。うん、うまっ、うん、うん、うん。いや、ご飯いっぱいで、違う違う、うん、うん、うまっ。ああ、やばっ。うん、960円並み。出せる出せる、余裕で出せるよ、そんぐらい。マジでやばい。これうますぎ。やばい、マジで。ホアジャオが、ホアジャオだわ、これ。ホアジャオ料理2倍ぐらいうまかった。
換金しちゃいます、6万円分。あのいや別にあのお金困ってるとかじゃなくて、あの12月初め韓国行ったんですけど、あの全部お金払ってもらってるんですよ、友達に。その半分返すためにちょうど6万ぐらいなんで、ちょっと換金します。ということで還元しました。一応確認していくか、一応確認していくまあなんかちょこちょこ当たってるけど、まあ、ライン理論っすね。あのちょうどプラマイゼロラインで跳ね上がるやつがで、あのジャグラーのデータにめっちゃ多いんで、それでもうちょっとでプラマイゼロだなっていうのに座ってね、その跳ね上がりをあのかっさらうっていうライン理論なんですけど、まあそれが今回も当たってちょうどプラマイゼロラインでプレミア引いて、でビッグで、で連チャンして今連チャン抜けてるって感じですね。だからこれまだ3000ゲームぐらいしか回ってないから、これがまあ多分レギュラーは結構ついてるから、でもあのレギュラーどっちも、まあ、最初のは謎レグで、もう2つはチェレグだから、だから俺のチェレグの引き強って可能性あるけど、まあそれにしてもレギュラーついてるから、まあ4とか良くて5とかありそうだなっていう。で相当良くて6、まあ6はねえか、5とかの可能性ある。で他もね結構ね、ハッピージグラもガチガチの5みたいなやつ今落ちてたんだけど、まあなんか2000枚の壁で何回も跳ね返されてる感じで今下がってる感じだったからちょっと座らなかったんですけど、下皿200枚ぐらいと、残り3プッシュ、まあ続行するんですけど、あと1時間ぐらい、9時半なんで、ここで上がっていかなかったらまたこの今の跳ね上がりがただのうねうねのこう跳ね上がりっていう感じで、もう一回多分全部飲まれてプラマイゼロラインにタッチとかしないと上がっていかない可能性あるんで、そしたら結構時間的にもきついかなっていう。まあでもその可能性の方が高いんだよね、3000ゲームぐらいだから。だいたいなんか高設定は4000ゲームとかそんぐらいで後半からガーって上がっていくことが多いから、それだったらもうずっとこれからうねうねするだけで終わる可能性あるんだけど、まあだとしてもまあそれを見極めてちょっとうねうねでも上振れたところでやめれたらなと思います。マイナス1万円。うざ。うぜぇ。うざ。マジうぜぇ。行かなきゃよかった。めちゃくちゃ行かなきゃよかった。うぜぇ。マジで。いやー、でも設定ありそうだったけどね。レギュラーめっちゃ出て、まあレギュラー。ね。あれが、まあ、中間とか低設定とかだったら、うざいよ。だってレギュラー出にくいんだもん。そんな中でレギュラーめっちゃ引いて、薄いとこ引いて。まあ、ただ、いや、4、5ぐらいありそうだ。あのね、なんであそこ座ったかっていうと、ブドウも良かったんですよ。レギュラーも足りてたじゃん、最初。で、ブドウも逆算使ったら5と6の間ぐらい。5.6 とかだったんですよ。だからライン理論で座ったってわけじゃないんだけど、だから普通にこう、あ、こうセットポイントつって座って、で、状況的にも、あの、各機種1台ぐらいは5とかありそうな状態だったんで、で、マイジャグの5っぽいのは他に1台あるかないかみたいな。だから、俺のがありそうだな、みたいな感じで座ったんだけど、まあ最初、レギュラー引いて、で、またチェリーレグ。チェリーレグ引いた後2ゲームでチェリーレグ引いたからね、1000分の1。あんな、なんであんなクソみたいな引きしてんの？あれがチェリービッグだったらもう全然プラスだからね。うぜえよな、マジで。で、まあ、そのチェリーレグも飲まれて、で、追加投資して、プラマイゼロライン、あ、そういえばプラマイゼロラインそろそろ行くな、みたいな。思ってそこまで粘ったら、ちょうどプラマイゼロラインで、プレミア引いて、次90ゲーム連チャンして、それもプレミアだったね。なんか遅れのプレミア引いて、あれ今遅れた？と思って、7狙ったら、
バッて7揃って。で、あそこでね、上がるやつは上がるんですよ。ただ、合算がもう良すぎたから、120何分の1とかになっちゃったから、そっから上がる余地がないみたいな状態になっちゃって。もうちょい合算悪かったら多分、ガーっていく可能性あったけど。で、またそのビッグも全部飲まれた時にレギュラー引いて、で、ちょっとレギュラー引いて、で、プラマイゼロラインでまた行くかなと思ったらもう突き抜けて、ために入っちゃった。ただ、ブドウめっちゃ出てたから、で、レギュラーもまだ足りてる状態でしょ。だ4のレギュラー引き強、ビッグ引き弱とか、可能性全然あるよね。まあ別に、みんなのためにやっただけだから、今回は。本当にね。だって、最後の3プッシュなんて、やんなくてよかったもん。だって、プラマイゼロラインもう過ぎちゃってるわけだから、もうそっからは、マイナス250枚ラインか、マイナス500枚ラインまで絶対当たんないんだもん。それ知ってたよ。だからそれを書く。変にチョメダルあるとさ、まあ、チョメダル分ぐらい軽くやっとくか、みたいな、なっちゃうんだよな。いやー、まあもう、でも、そんな悪くないと思うんだよね。たまたま今回は、引きが謎な、逆の方行っちゃっただけで。いや、そんな悪くないと思う。だって、レギュラーもついて、ブドウも良かったし。いや、多分設定あると思う。4、5はあったと思うよ。あったと思う。あったと思う。